賢者の学院へは戻らんのか。姉さんバカにした奴ら見返してやりたいとは思う。思うけど、多分俺が何をしようと連中はバカにしたままだろうから。別にいいや、一生そうしてろって感じ。そうだな。俺やっぱあんたのこと気に入らないわ。そうか。でだからいろいろ考えた。あんたの真似するのは尺だから絶対やらねえ。俺はドラゴンスレイヤーになってやる。そうか。じゃあ私もついてってあげよう。なんでそうなるんだよ。白磁等級の呪文使い一人旅とか超危ないじゃない。お前だって白磁の戦士じゃねえか。しかも女の。そうそう、だから危ないんだよ。俺は一人で旅するつもりなんだって。違うね、私もなんだよ。ああ、もうこれだからレイヤってやつは。俺の名を出せ。もし忍びと名乗るレイヤに会ったなら少しは面倒を見てくれるやもしれない。覚えてたら伝えてやるよ。じゃあ行くか、二人で。うん、またね、ゴブリンスレイヤーさん。ああ。終わった？ああ、連中は旅に出るらしい。そっか。ああ、池枯れちゃったって。すまん。ん？なんか嬉しそうだね。そう見えるか。見えないわけないでしょ。そうか。君のことわからないわけがないのですよ。いいことあったんだ。ああ、とてもいいことだ。